それは走りじゃないか。ピカイチ。どうも、ゆきくです。どうも、ゆかのすけです。せーの、ピカイチ。よろしくお願いします。今日はなんとですね、こちらにおられる方々、はい、あのボルトの弟子である和田さんとトレーナーとして活躍されている畑さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボルトの弟子。いや弟子というかですね、僕はボルトさんに聞いたら、はい、俺は選手だから走り方を教えられないんだ、でも俺のコーチが天才なんだと、でボルトさんと一緒に走ってコーチに習ったっていう。なるほどなるほど、はい、すごいですよ。じゃあちょっと走り方をね教えてもらうんですけれども、はい、まずどうします。今の福君の走りをチェックさせてもらうために 50m を走ってもらいます。ああ、はい、なるほど、はい、分かりました。ピカイチ。運動能力がすごい、いろんな運動してるから、はい、常に高いと思うんですが、はいはい、ここからさらに速くなる伸びしろもはっきり分かりました、ね、もう今のはボルトさんのコーチ言われたら、もうそれは走りじゃないと。優しくひどいこと言ってますね。と言いますのも、日本って走りって一つじゃないですか、でもジャマイカではランニング、マラソンランナーの走りとボルトさんみたいなスプリンターのスプリントっていう走りが違うものなんだってことが明確だったんです。あ、もうカテゴリーが別ってことです。そうなんです。今の福君の走り、完全にランニングです。福君だけじゃなくて、皆さんが走ってきたのはランニングなんです。なるほど。そのスプリントに変えることで劇的に走りが変わってます。めちゃくちゃ面白いですね。早速いきましょう、はい、やっていきましょう、はい。じゃあ君、速く走るためには足は上げた方がいい、低い方がいい。上げた方がいいですよね。福君は上げた方がいいと思ってるけれど、足が上がりきってないんですよ。つまり自分が考えてるように体が動いてないってことをまず認識してほしいです。はあ、じゃあ自分の想像と体っていうのはちょっと離れてる、はい、かなり離れてます。それをまず脳から指示を出して筋肉が動くんですが、そこをつなぎやすくするためのウォーミングアップを畑先生が専門なのでやってみてください。畑先生が、そうなんです。お願いします。お願いします。最初はパー、これジャンプ続けていきましょう。パー、今度は足をグーチョキパー、手はグーパーグーパーグーチョキパー、ちょっとちょっとちょっと、そうなんですよ、これ難しいんですよ、はい、ただできなくて当たり前で、足が3拍子で手が2拍子になった瞬間にそれやったことがないので、まだ神経回路がつながってないんですよね。なので今できてないんですけども、必ずできるんです、はい、ちょっとゆっくりやってみましょう。はい、グーチョキパ、ちょっとグーチョキパ、グーチョキパ、グーチョキパ、グーチョキパ。でも1セットはやっぱりできるようになってるんです。ゆっくりやればできるってことですね。ゆっくりやればできますよね。あとはですね、ストレッチもちょっとやっていきたいと思います、はい、お願いします。おー、どうですか。軽い。すごい軽いですよね。マジか。ふんって上がってくる。あ、そう、ふって、ふんみたいな、ふって、ふっちょっと上がってくる。ではここから、はい、次の方に、次は和田さんに、はい、第一。ではこれからですね、福君の走りをランニングからスプリントに変えていきたいと思います、はい。ランニングっていうのは前足がついてから後ろ足を上げる、この2段階がランニングです。スプリントはついた時には上がってる、うん、これがスプリントなんです。まずはついた時の姿勢を腰に手を当ててやってみましょう。これを僕たちは走りの学校ではベースポジションと呼んで、ベースポジション、はい、しっかり膝、腿が床と平行になってる、つま先が上に向いてる、しっかり姿勢がまっすぐになってる、これがポイントです、はい。次は軽く挟んでみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK です。今のジャンプはランニングの足の使い方なんです。あ、はいはい。速く走るためには膝が動いたらダメなんです。あ、そうなんですか。そうなんです。はい、速い人っていうのはこういうジャンプ。ああ、なるほど。そうそうそう。はい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 。あ、できてるできてる。
けど。なんでかっていうと、できるだけ早く地面から足を離さない、うん、でももし福君の足膝が曲がってしまうと、曲がってから伸びきるまで足は地面についてないといけないでしょ。だから地面についてる時間が長くなっちゃう。そんな小さなロスが。そうなんです。早く離すために今のベースポジションとこの短い接地のジャンプ、この2つがまず大事というところになります。ピカイチ。次、このベースポジションで今の膝が曲がらないジャンプやってみましょう。そう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 、バッチリ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 。で、この時に一つポイントとなるのが、音、一番最初やってくれた福君のジャンプっていうのは音が出てないんです。はいはいはい。でも速い人の設置、例えばボルトさんってすごい音が出てる。この音を出すことが今日もう一つのポイントなので、もう一回やってみましょう。そう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 。次はこのベースポジションループで足を入れ替える。あ、どう、うわ、どう、確実に空中の瞬間がある。そうなんです。はい。マッチです。今の入れ替えをちょっとだけ前に進みながらやっていきます。ここでピョンって弾んでベースポジション。うん、そう、うん。そう。でこの時に服の足が後ろから前に進む。はいはいはい。そうするとブレイク。なのでこういう音、うん、こういう音がつくようについてみて。そう、反対側行きましょう。そう、バッチリです。じゃあ次、はい、次はこれが2つになります。はい、1、2、3、2、3。なるほど。これいきます。はいはいはい。1、2、3。そうです。なるほど、バッチリです。じゃあ次のステップ行きます。はいはい。ピカイチ。次は今3歩で切り替えるんですね、はい、これを1歩で普通の走りのように足をついてもらいます、はい、そこで1つコツがあります、ええ、それがサイクリングという自転車の動き。ああ、サイクリング。そうそうそう、はい、回していくんでしょ。そうそう、反対も、はい、そう、もっと、そう、うまい。ああ、すごいすごいすごい。川田さん、今の素晴らしいです、ね、まさに今福君の走りがスプリントのベースとなる動きなんですね。今度は今走りをベースから行います。次はこれを早く動かしてます、はい、引っかかっちゃってもいいのでできるだけ早く行ってな。うわぁ、早っ。めっちゃいい音。よーっ、うわぁ、うわぁ、うわ。めっちゃ辛いじゃん。次はこれに腕振りを行います。うわ、ついについに腕、今の腕振りを軽く20分ぐらい。 OK。 まず福君の今の腕振りっていうのは動いてる広さが狭いです、はい、ここがちっちゃいよりも大きく振った方が勢いがある、うん、そう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 。この時に福君よくあるんですけど、はい、腕を振った時に頭が前に出ちゃうって言うんですよ。おー、スプリントっていうのはスタートダッシュが終わったら頭は上にあるんです。いい姿勢なんです、うん、この姿勢のまま腕を振ってます。そう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 。本当に宙に浮いてるみたいな感じ。これがまさにランニングじゃなくてスプリントの短いスイッチがもう今バッチリです。わあ。じゃあ次はですね、はい、いよいよ、いよいよ 50m を走るコツを伝えて、はい、最後にもう一回ビフォーアフターで走ってみましょう。ちょっと待ってください、はい、まだコツがあるんですか。 50m 走り方の意識のコツが。ピカイチ。まずスタートっていうのはできるだけ姿勢を低くして、うん、後ろの膝を思いっきり上げる。うわぁ、低く力強く足をできるだけ前に。そうそうそう。あれ？徳さん、はい、いける。いけるので、今ここまで来たらだんだん体が上がってきたの。じゃあ福君、今度こっちを見てください。ぐーって徐々に
起き上がってきたら、こっからできるだけ早く走る。うわうわうわ。じゃあ今日の全てやってきたことを、まあ、まとめという意味で最後に一本普通に走っていただきます。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きます。1位についてよーゴー。そう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 、めっちゃいい感じです。すごいいいね。 OK です。すごくいい。もう本当にお尻抜きで今までで一番変わったかもしれない。え、一番なってること全部変わったかもしれない。吸収がとても早くて、フォームの違いがもうビフォーアフターにしっかり変わっていただいてるので、ぜひあの続けていただきたいです。そうですね。でも今日やったことっていうのは、今まで普通左手でご飯食べてましたね。初めて右手でお箸を握ったようなものなんですね。そうなんです。初めて脳からの指令が出た動きなんですね。これを今度は高めていくっていうのが練習なんです。なのでぜひ継続してもらえると、さらにさらに足が速くなると思うので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっと今回は疲れが出てたということで、ぜひまたいつかね、ちょっと 50m 疲れてない時に。おじゃあまたお願いしに行こうね。お願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。